おはようございます。最近いい天気の日が多くなってきました。今日もすごくいい天気です。まだ2月なんで雪も降るだろうし、まだまだ寒い日は続くんですけど、少しだけ春らしくなってきたかな。まあすごく春を今待ち望んでるんですけど、以前の動画で言ったように、今まだ夫がアリゾナに行っているので、今朝も一人分の朝食を作ろうと思います。今朝はオムレツ作ろうと思うんですけど、このオムレツの具にはこちら、これも前回の動画でお見せしたスプラウト、あれがもう立派にこんなに育って、昨日はこれをラーメンのトッピングに入れて食べたんですけど、今朝はこれを卵に入れてオムレツにしようかなと思うんですけど、味はですね、すごくピリッと苦味があって、私結構苦味のある野菜とか好きなんで、これは美味しかったです。またこれ食べ終わる頃にまた作ろうと思うんですけど、もう一つこちら、これも同時に育て始めたもやし、見えます？もやし、こんな風にもやしらしくなって、まあ、もうこれでも食べれるんですけど、もう1日2日待ってみようかな、もうちょっと長くならないかなと期待してるんですけど、まあならなくてももうこれでも十分食べれる。こんなにいっぱいになりました。すごい量ですね。もう半分ぐらいの量で作ってもいいぐらいですね。試しに今夜お味噌汁でも入れてみようかなと思いますけど、私一人なんですけど、もうこれ毎食使わないとですね。ブロッコリースプラウトももう毎食使って食べると。で、実は私ちょっとここ2日、3日ほど喉が痛くなってきて、鼻水が出たりとかして風邪っぽかったんですね。ビタミン不足だなっていうのを感じていて、ストロベリー食べたくなったんで、昨日思い切って買ってきたんで、これもちょっと添えて食べようと思うんですけど、もう一つ、今その風邪気味っていう話なんですけど、うちにはいろいろビタミン類のサプリメントってたくさんあるんですけど、夫に渡しちゃったんですよ全部。まあ私そんな飲まないからってことで、全部ビタミン類は夫に渡して、全然家に残してなくて、ビタミン取りたいけどないなと思って、これ去年の秋にたくさん取ったローズヒップのドライしたのがあるんですけど、こんな風に細かくして、すごく香りがいいんですよ。こんな風に茶こしがついてるカップ使って入れて、であとお湯注いでこうやってしばらく蒸らして、今朝も飲もうと思うんですけど、私あんまりお水を飲めないたちなんですけど、やっぱり風邪気味の時って水分取った方がいいなと思うんで、まあ、こういう風にすると水分も取れるし、これも今朝飲もうと思うんですけど、これはもう昨日の夕飯の残りツナとお芋の、まあ、焼いたコロッケみたいな感じですかね。この残ったやつを一緒に添えて食べようと思います。私はもうこれもう一回ぐらいお湯を注いで飲みます。色がちょっと見えづらいですけど、オレンジっぽい色ですね。市販のローズヒップティーはだいたいハイビスカスティーが混ざってるんですね。なので綺麗な赤い色をしてると思うんですけど、ローズヒップだけだとこんな感じでちょっとオレンジみたいな色ですね。で、香りはすごくフルーティー、ちょっと柑橘系の爽やかな酸っぱい匂いというか、味もちょっと酸味があって美味しいです。私はもう結構好きなんですけど、まあこれも本当来年じゃないですね、今年のまた秋たくさん取れたらいいなと思うんですけど、まあ、天然のビタミン C ですから。で、今日は本当は天気もいいしスキーに行きたかったんですけど、
まあまだ喉の調子もあまり良くないんで、少しウォーキングに行こうかなと思ってます。とりあえずこれを飲んでご飯食べて出かけたいと思います。天気が良かったんで、まあ、外歩けて良かったなって感じです。まあちょっとまだ鼻声なんですけど、ありがたいことに食欲があるので、まあ、これ食欲がなくなったらもう最悪だなと思ってるんですけど、いつもなんとか乗り切りたいと思います。今日はもうハンバーグをたくさん作って、まあ明日も食べようと思うんで、もうかぼちゃだいぶ前に買って全然料理に使ってなかったんで、かぼちゃのサラダ作ろうと思います。それから自家製のもやしでお味噌汁を作ろうと思います。かぼちゃはもう皮ごと入れています。もう出来上がったものはきれいにお水で洗って、うわすごい量ですね。水気をしっかり切ってから冷蔵庫で保管します。このまあ豆の殻はまあ取った方がいいけど、ヒゲはもうそのままでも食べちゃって大丈夫なんで、これ洗ってから今日少しだけお味噌汁に使って、あとはまた冷蔵庫に保存して、これが毎日もやしを楽しみたいなと思います。思った以上にすごい量で、この皮、豆の皮をきれいにするのがちょっと難しいので、もう食べる時に取り除く感じでやっていこうかなと思います。